そうです。はい、ありがとうございます。こちら本日はい、ありがとうございます。はい。あ、大丈夫です。はい。こちらが本日のラインです。ステインが多い。そうですね。あの毎月そのワイナリーの特集をしていて、あ、なるほどなるほど。で今月はあのスペイン特集なんです。スペインウィークの。はい。なのでメインはスペインワインです。なるほど。はい。あとそれ以外のリストにあるものはもう完全に僕が好きなものです。最高ですね。はい先月と同じになっちゃうんですけど、ロゼのスパークリング。今ないあ、じゃあ、はい、あ、でもとりあえず僕もスパークリング。スパークリングかな。はい。ね、なんか私だけ言ってたら悪いかなって。いえいえ、大丈夫です。一発目ね、スパークリングいいです。ね、ですよね。息合いますね。いいですね。スペインの、でもどうですか、スペインものは。僕はこのワイナリーかなり好きです。あ、かなり好きですか。はい。大体センプリアノですか。でもないと。いや、まあ使われているものがほとんどですね。単一品種以外は入ってますね。ポルトガルの。これポルトガルなんだ。あと。幸せついてる、面白いっすね。もうやっぱこれぐらいの時期だとロゼのスパークリングちょっと味が乗ってて、あ、美味しいっすね。今日ビールはないんですね。今日ビールはなしです。そうか、ビールもやってるんですね。そうなんです、うちの直輸入してる、はいはい、ボトルのビールがあって、はい、普通にクラフトビールみたいな。そうです、イタリアのあそこの32って書いてあるやつがそうなんですけど、クラフトビールも輸入してるんだ。すごい。結構でもないんじゃないですか。そうですね、東京にないですよね。はい。なんかクラフトビールも国産のは増えたけどわざわざ ね、輸入品はないですけど、はい、結構来てんですよ。ありがとうございます。一人で来てるんだって。私今日新刊あるよっつって行こうみたいな。白か白か、はい、あ、どうぞ、そっちから。いや、まだ油で、すごいです。はい、こちらは、ソービニョンブランという品種の単一品種ですね。ソービニョンブランもこれもスペインなんですか。はい。大地感じますね。いいですね。これはこのワイナリーは南スペインなんですけど、はい、このワイナリーの畑が結構気温が高くて、はいはい、ソービニョンブランって結構こう、なんでしょう、元気いっぱいで、はいはい、熱々とした感じで青々しいのが特徴なんですけど、これはかなり落ち着いたソービニョンブランです。で、まあ、これは毎月その、まあ、会社としてやっているキャンペーンなので、スペイン縛りなんですけど、はい、この、まあ、僕のフリー枠っていうか僕が選んでいいほど枠で、今回ソービニョンブラン3つ飲み比べられたら面白いかなと思って、ね、はい、3種類自己用意しています。なのでソービニョンブランがそんなにあるの、はい、この4番のブドウは何ですか。はい、これ非公開なんですよ。アブラデルマール、はい、これ海底熟成ワイン、海底熟成ワイン、ずっとじゃあ海の中に8ヶ月ステンレスタンクに800リッターぐらいのステンレスタンクを大西洋に 4,50 メーターぐらいの。それって何か意味あるんですか。でも、いや、特になんか科学的にどうこうっていうのは別に温度的には、まあ、海の中だからですけど、まあ、ロマンが、ロマンっていうね、ムードで。シーフードにある。何でしたっけ、シーフードにある品種。ワインはやっぱり
すごい夢ありますよね。ソーヴィニョンブラン続きでいくか、同じワイナリーの別白ワイン。あ、でも別な別白ワイン。最近でも本当シャンパンの本とか買っちゃって本当勉強したくて、はい、面白いですよ。ワイン検定受けませんか？ワイン検定、はい、いやシャンパンのすべてっていう本を買っちゃって、すごいですね。じゃあ本当シャンパンが好きなんですね。いや、まあシャンパン、ワインに何でも好きなんですけど、シャンパンに興味が出ちゃったって感じ。お金かかりますね。そうなんですよ。もうシャンパンの世界は大富豪なんで、あれちょうど来月あのイギリスのスパークリング特集なんで、ぜひ来月。あ、そうです、はい、もうシャンパンより今いいんじゃないかな。はい、じゃあ来月ぜひぜひ。そう、ここででもお伺いしたと思うんですけど、イギリスが結構今、ね、攻めてきてるんですよね。ホットなんですよ。本当に気候変動で気候が変わってきてる。そういうイメージないよね。土壌も基本的にシャンパンってシャンパーニュ地方の、はい、作ったスパークリングワインしかシャンパンって呼べないですから、はい、だから多分イギリスはスパークリングワインですけど、はい、あれも別にね、日本で今どんどん日本で作ってるんですよ、スパークリングワイン。作ってますね、長野とか。でもイギリスそんな出てくるんですか？そうだ、気候的にはやっぱりフランスとかがあってたけど、ね、だんだん気候変動が変わってきちゃって、イギリスのスパークリングめちゃホットです、ね、みんないますよね。はい、来年イギリス行くんです。あ、そうなんですか、はい、いいですね。じゃあこっちソビニョンブランの気持ちだと思う。なんですけど、どっちか、あ、ごめんなさい、はい、こっちの方が王道なソーヴィニョンブランです。ああ、こっちの方が好きですね、はい、強い。でもどう教えない、教えてくれない。なんかちょっと酸味がある。そうですね、はい、酸味ありますね。こっち強いですね、やっぱ。これはなんか王道のソーヴィニョンブランなんですけど、なんかスペインっぽい、うん、ちょっと言語化難しいんだけど、スペインっぽいんですよ。スペインっぽいですね。ニュージーランドとかのあのもうパーっていう感じのニュージーランドのソーヴィニョンブランとはちょっと違って、うん、若干落ち着いてるんですよ、うん、はい、なんかソウル14番ですね。ソウルありますね、これ。すごい、これはいいっすね。これはもうごくごくいけちゃうんですよ。素晴らしいですね。全然違う。やりたいんですけどね、なかなかリッチなところなんで。あ、でもアメリカはうち直輸入があるんで。まあでもやっと日本も国産ワインやってきましたよね。そうですね、今だから福島が、長野が、ね、長野山の市は有名だけど、福島がやっとワイン長野メルローですよね、スタートさせてきて塩尻メルローが飲んでみた。日本の基本的には絶対ね、ワイン作れてる、うん、ブドウも、ね、うん、ブドウが作れるからおかしくないんですよ。これが13番です、はい、これはイタリアのソーヴィニョンブランなんですけど、この中では僕これが一番好き。今一番下の結構大人なソーヴィニョンブランです。結構味わい深い、すごい。これでも料理に合いそう、はい、これなんかのね、イタリア料理合いそう、はい、すごい。同じブドウとは思えないですよ。同じブドウとは思えない、すごい。あ、ここでめちゃめちゃ勉強できますよ。いや、でもね、もっと時間
これワインの味わいの違いはもう完全に原料依存なんで。そうあれ今、はい、これでしょ。それ次お兄さんが言って、はい、13素晴らしいですよ。ソビニョンブラン。はい、これもソビニョンブラン。ブランブラン。これ僕もこれが一番好きかも。僕この中で一番好きなソビニョンブラン。これ一番好きかも。いやすごいです。それでこの、まあ、フリー枠っていうかでこれご用意したんですけど、これなんでハグさんはそのソビニョンブランが好きなんですか。あいやあの このトップバッターが今日ソビニョンブランなんでそれに合わせて今日ソビニョンブラン飲み比べられたら面白いかなと思ってこの。特集じゃないその僕が選んでいい方であのこっちをご用意しました。なるほど。そうなんです。これフランス産のボトルなんですよ。フランスって感じフランスからわざわざスペインに。ちょっと香水瓶とかねああいう本当ですね。おしゃれ香水瓶みたいなねー。おしゃれワインってね確かにボトルデザインでおしゃれなのあんまないですもん。そうですね。こういうの結構そのなんでしょう人にプレゼントするときとかにも、うん、やっぱこういうのをパッてこうもらったときにこう目を引くので確かに香水分がフランスは本当におしゃれなんですよね、まあ、あとこのやっぱこういうクーラーとかこう外に出したときにも結構光を入ってキラキラするんでそういう面白さもあります。こんにちは、うん、スペインワイン。スペイン、はい、みんなスペインメインはスペインです、ね、それ以外もイタリアワインとあとフランスも、うん、ボルドーはある。ボルドーはないですね。ごめんなさい。じゃあおすすめなんかもう、はい、でこれがソーヴィニヨンブランのオレンジです、ね、オレンジ、はい、あオレンジ果実を使ってるんですよ。いや、製法ですね。白ぶどうで赤ワインの作り方するとオレンジワインになるんです。みんな7000円もするようなのばっかりなの。そうですね。あっちの方はでも2600円ぐらい。まあまあ。はい。あれは何？赤？赤ですね。赤の安いのちょっと、はい、毎日飲めるやつじゃないと。まあ試飲だからいいです。いいんじゃないですか。高いの飲んで。赤いのは毎日飲めないじゃん。これで2400円。ここまで行きました。今このオレンジまでいただきました。あ、オレンジワイン行ったんですね。これソビニョンブランのオレンジ、はい、すごいです。これも完全にこれも僕の好み。あ、はい、ロングドッグだ。今回お店で初めてオレンジワイン出ました。あ、本当ですか。いいのあります。初めて知らなくて、はい、すごい美味しくてそれ以来飲めない。それ多分アルザスのやつですよ。いや、分かんないです。細長いボトルのいつ来た。いや、結構前にアルザスのなんかビール飲んでたらなんか美味しいのありますかって言ったらこれはラングドッグの。これも同じソービニョンブランです。品種一緒ですね。これまあ美味しかったよ。ありがとうございます。次に何かある。しっかりめだと、そうですね。今のは何ていうんですか。どこの。スペインですね。スペインの、はい、トルヒーリョって南スペインの方です。これはオーストラリア。これ好きだな、オレンジ。カバネっていうとこスペインは。オレンジワインってね、はい、そんないっぱいいろんなとこないから、ね、さっきのは、テンプラニーリョしたい。いや、製法がだから違う、はい、違うね。あります。これはカバネソビニョンです。オーストラリア。白ぶどうを使って赤ワインと同じ作り方をすると勉強しましたけど、はい、来ますねやっぱ。ソウルが来ますね。作り手の結構やっぱ皮が入ってるんで、その渋みと皮感と複雑味が。ポリフェノールがあるだから、このオレンジワインにポリフェノールがあるってことですよね。皮も入ってるってことですね。そうですね、はい。じゃあ次を、はい、そしたらロゼ、ロゼましょうか、はい、あ、おしゃれな。これも完全に僕が大好きなロゼ。やっぱそれがいいですね。もうこっちのテーブルはもう僕が好きなものしか置いてない。
あこれ先ほどのオレンジワインと同じ、ワイナリーのロゼです。僕このロゼワイン初めて飲んだ時にめっちゃ感動して、幸せですねこれ幸せですね、こんな美味しいロゼワインあるんだ、いい表現します、私も幸せですねっていう、いやいやワインはそうでしょ、幸せですよね日本語のいいですよね、幸せちょうどいいですよ、なんか日本語でだからいい喜びの感嘆詞で、はい、ボナペティみたいな、ですね、これあ、ミホニエだこれ、うん、このムールベードルって初めて聞いた、ムールベードル補助品種ですね、 あそうなんですね、はい、あまり主体には使われます、あ、なるほど、さっきのキャバネット何、これは何が違う、あ、品種は同じなんですけど、あの配分が違うんですよ、一応カベルネソビニオンをベースにして、はい、他のシラーズ、はい、シラーズ、はい、これもいいですね、なんか苦味はありますね、あ、そう、ビオニエの味がこういう味するのかな、そうですね、まあ、僕がもうビオニエのワインが好きなんで、このでも今日のこのビオニエはこれだけですね、そうです、ここのワイナリーが出しているビオニエの単一品種のやつがあるんですけど、もう大好きで家でずっと飲んでますいいなぁ、だからちょっとハーブ感があるんで、ね、そういうのが結構好きで、ひたんたんとしてる日本酒みたいな感じで、ひたんたんとしてるのなんでこんな美味しいんだっつってでも1日で1本飲めないですよね、いや、いっちゃいますね、いっちゃうんだ、すげえ、あ、飲んだけ、私一人じゃ飲めない、はい、ありがとうございます、はい、どうも、でもこのビオニエ苦味がすごい、私にとってはすごい苦い感じですか、さっきのだからこれがちょっと料理に合わせやすくて、今のは一人で行く感じです、ね、そうですね、うん、結構これぐらい濃いロゼだと、うん、結構ゆっくり飲めるんで、お水をもらっていい、お水大丈夫ですよ、あ、これいいですか、はい、たまにお水を入れない、これ確かにしめーと飲みたいですね、そうですね、あとこれ温度がこう上がってきてもここまで味が濃いんで結構楽しめる、そのキンキンすぎると逆にいいところが落ち着いちゃうかなって思うので、こうなんか冷やしておいてちょっとこうテーブルに出してこうだんだん温度が上がってくる、味が乗ってくるみたいなところまで楽しめるかなと思います、お料理にだんだん暖かくなって、結構お肉とかにも全然いけちゃう。なるほどなるほど。はい。またこのちょっとほんのり甘い感じも意外とお肉、まあんまり濃くない味付けでしたね。意外とこういうのあったりして。次今ビオニエの説明。そうです。はい。今ビオニエ行って。ピザ行きました。これでおすすめ終わり。そうですね、あとはフランスとイタリアのテーブルもあるんですけど、あ、まあ、このソーヴィニョンメランの飲み比べが結構個人的におすすめだったので、はい、こっちせっかくなのでテーブルワインどうしようか、あ、おしゃれな、またそれ見たことある、私すぐ買ったことある、ありがとうございます、あ、じゃあ赤の方、赤の方、はい、赤を買いました、これは女性が、まあそこに入ってる女性3人でやられてるワイナリーですね、可愛いよねこれ、あ、強い、いい、割と自然派な作りを、ま、あの目標にされてて、なんかこの、この鍵の、ね、ボトルも可愛いですよね、なんかモチーフはあのこのワイナリーさんのワインの蔵の鍵を、うん、あのイメージしてるみたいです、絶対言われなきゃ分からない、ワイン好きな女の人が作ってるって感じですね、うんうん、ちょうどこれ、あれ、え、マカビーってやつなんだ、はい、これは15番ですね、これはあのスパークリングワインで使われる品種です、あんまりこのスティルワインでは使われない、まあ、使われても補助品種ちょっとは入れるじゃないですか、白の部分本当にマカビーなのワイン検定目指されてるんですか、取ろうとしてるんですか、1個取りました、取りま、先シルバー、いやーすごい楽しい、楽しいです、なんかテキスト本みたいなありますよね、あ、あります、あります、でもブロンズは結構薄いから多分みんな取れちゃうと思う、
そうなんだ。面白いですよ。でもでもお兄さん結構いろいろね、スパークリングの方とかね、勉強してるから。いや、凝っちゃいそうで怖いですよね。余計に凝っちゃいそうで。知らない方が幸せなことは。そういうのはあるかもしれない。美味しいのもついつい、あれ、なんとかのっつって普通の居酒屋で、あ、これ、このワインってみたいな感じで、ちょっと、どうそれみたいな。なんだ、イタリアですか。マネロ。ビール検定取ってよ。ビール検定もあるんですか。結構ビールを飲みに来てるんですけど、私が設定したなんか普段は、ね、いろんなお酒にいろんな資格があるんで、そうですよね、まあ、発行してる団体がいっぱいあって、まあまあそうね、難しいですよね。そうやってね、金儲けしてるんですかね。誰かも言っちゃっていいから。そうですよ、そうですよね。でもビールってそんなないですよね。いや、クラフトビール、クラフトビールはね、めちゃくちゃできちゃった。どうなんだろう、試験どうなんだろう、何でできてるんだろう、ね、でも見る難しいっすよね。日本酒したの？日本酒は私、日本酒は日本酒は日本酒は難しいよね、種類いっぱい。でも全部日本語だから、ね、確かに。私もそれは日本語、日本酒検定取って、なんか日本酒大好きで、もう一回言ってるけど、ね、いやいや。これもすごいいいけど、やっぱさっきの前に飲むのが良かったですね。このシリーズの前に。あ、はいはい、めっちゃいい、美味しかったですけど、ちょっとね、さっきの前で。キリビンビンって言うんですけど、はい、これはオーストラリアの赤ですね。じゃあせっかくだから、はい、ニコタマのあの花火だったんですけど、すごい、ね、私も自転車で行きました。すごい風でしたね。これはあのカブルネソービニオンとシラーズなんですけど、カブルネソービニオンというブドウの方が多く入っていて、結構ストレートな渋み。美味しい。黄色だ、すいません。あー、キルビン、キルビンビンのパッケージじゃない、映画のデザインなんですかね。いや、もうそういうわけではなくて、結構フランスとかオーストラリアとか、まあ、フランスじゃない、スペインとかよくありがちなんですけど、もう若者のワイン離れ対策でラベルをキャッチにしてるんですよ。なるほどね、そうですよね、はい、ポップアートのみたいな感じですね。なのでなんかこう、飲みやすいレストランで固く飲む飲み物っていうよりかは、本当にバーとかで、なるほどね、ピンチョスでもうガガガ、ビール感覚で、はい、っていう立ち位置。あ、なるほどね、分かりやすい言い方ですね、はい、なるほど。でも確かにそんな感じになっちゃってますよね、多分ね。そうですね、もう高級ワインはコレクターがいて、はい、でなんか安物ワインは飲まないみたいな、はい、なるほど。あ、でも日本でもお酒自体がそんな感じになりつつありますね。そうですね、はい、こっちは、同じ品種なんですけど、比率が逆転してるやつです、じゃあシラーズが多め、スパイシーさが。これ全部オーストラリアなんですね。この2つはそうですね。あ、なるほど。私これも家には買っても家じゃ飲んでないんだよね。これ買って、なるほど。いいよ、全然いつも飲んで。この辺りは本当もうバーベキューとか、はい、もう肉をこうソースとかで焼いて、こんにちは、いらっしゃいませ。ありがとうございます。なんかいい匂いしてる。私赤行こうっていうか、も赤だもん。こちら本日のライブになるので、でもやっぱお兄さんのおすすめが美味しかったですね。はい、おすすめ系が。お兄さんの。はい。こっち。上から行こう。一番。はい。私ね、実はこっち飲んだことあるから。これソービニョングラン。
赤はどこから行ったらいいですか？赤はですね、オーストラリア、もし飲まれるんでしたらオーストラリアからがいいかな。軽いんですね。重いんですけど、こうセットで飲んでいく方が結構分かりやすいと思うので、スペインは。多分これの途中に重さでこれを入れてしまうと、最後に行ってもいい。最後でも大丈夫です。ただこの後はあまりおすすめはしないです。じゃあこれとこれちょびっとで、はい、全く先いいですね。私の後を繰り返していただいて。そうですね。はい。すいません。いやこちらこそすいません。カベルネシラーズのカベルネ主体の方ですか。海底熟成の方は品種が非公開なんですけど。今日でもあります。大西洋の800リットルのタンクを450メーターぐらいのところに沈めて、それ8ヶ月。もう開いてます。ちょっと今開けて。3時間ぐらい経ったんです。若干微発泡、開けたてはちょっともうあの泡が上がってくるぐらい発泡してます。で、一番のそういうところなんですけど、あのここのブドウ畑が結構気温が高くて、ちょっとあの通常の元気いっぱいなソビニョングランというよりかはちょっと落ち着いた。あのでガラスコルクなんで、あのソムリエナイフがいらないんですよ。すごい、はい、いいですね。私だからこのボトルのワインは今のところ取っといてる。なるほど。2本だけ家にあるんだけど再生可能と。そう、なんか捨てられなくて、ワインとかどんどん飲むからどんどん止まってちゃう。冷やしたりとか、ね、これだとテーブルに置いてもちょっとこう光があるだけでキラキラするようなあのイメージして。かわいい。かわいい。かわいいですね。でこれはもうボトルはフランス産のボトルを使っていて、ワイナリーはスペインですけど、家で飲みはもったいないよね。こだわりが結構ある。これは赤のシリーズのこれがはい、そうだね、いつものメンバーじゃん。もったいないかも。はい、ワインでも先生になれるんじゃないですか。いや全然なれないです。ね、ワイン講座みたいなね、ちょっと会費取って、いいですよ、やってくださいぜひ。あ、そしたら行きますね、いいですよね。ワインでちょっとその講義を7分ぐらいちょっとアペリティフを、そうだんだん長くなってきた。すごいエレガントで人気が出てる。シラーズ主体の方、こっちかな、カベルネ主体の方ですね。これはうまいよ。あ、でもこれサクラアワードなんとかシルバー賞になってる。私そっち飲んでない。こちらを先にお出ししました。あ、そうですか。はい、シラーズが、あ、じゃあそこからじゃあ、はい、うまいね。ありがとうございます。このマイナリーさんはもう設備投資に全力をかけて、どんなもん。私の一歩先進んでね。すごい可愛いですよ。可愛いですね。すごい大事なんですけど。なんか本当香水瓶みたいな。そういうところまで。好きなんですね。いろんなところで飲んで。味の変化や。いや、お酒はあんまりなんですけど、やっぱいいですよね。こういう。めっちゃ美味しいです。前からずっと気になってて。はい。結局量はダメですね。ありがとうございます。量を飲むことは。いいですね。あ、本当ですか。ありがとうございます。どうしたらなってくれたか。ワインって大体去年は年ぐらいかな。こっちのボトルに入ってた赤ワインもあったんですよ。なんかそういう風に結構、まあ、あまり食べ物も作らないっていう。やっぱり小皿がいいんですよ。だんだんいっぱい小皿を食べて、同じものは全く作るんで、次25番になるんですけど、はい、そうなんですよ。よろしく。そうですよね。でもはい、なんか気になるのあれば、この
はい、はい、グループ B の方はちょっと気になって、はい、これの赤です。なんだろう。ここがあるんですか。こっちか。店内で。店内で作ったのはミディアムのやつで。ああ、こっちですね。フルボディの方。フルボディの方がちょっと気になる。せっかくだから。あ、もしかも。はい。あ、せっかくなんで。はい。よかったらこっちの天ぷらリーニョもめっちゃ美味しいんでちょっと味見してみてください。そうですね、幸せ天ぷらリーニョ。あ、大丈夫大丈夫。やっぱスペイン天ぷらリーニョ一番あの栽培量が多いので、この天ぷらリーニョもう最高です。あ、この辺はすごい楽しみ。はい、2番からいた方がいいですね。そうですね、はい、すごいブレンドしたいですね。白食べる、これはカブレネフランかな。失礼します。あ、どうもです、ありがとうございます。はい、こちらです。どうもありがとうございます。ここのやつ美味しかったんだよね、さっきシェルのやつ。はい、そうそうそう、何時までやったの。10時半まで利用します。日曜日だけ10時。はい、どうもありがとうございます。油かたぶらみたいな感じだね。油かたぶら美味しいですよね。油って何なの。漬けて4時間ぐらいですね。あ、開けてもらいましょうかね。え、これあります。あ、ある、ある。せっかくだから。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、かわいい。はい、あ、ありがとうございます。本当でも贈り物とかにね、シャンペンの勉強してるの。シャンペンとかは一人で一本飲むんですか。いや、だからないですから大変ですよね。勉強してる。確かにそう。シャンパンは完全ないですね。やっぱ人と飲む酒って。いや、シャンパンはやっぱ勉強って本当大変で、あっちでも結局残すんですよ。だからそのボーイさんのためにちょっとだけ一杯だけ残すなら言いますよ ね、マナーで。だから高級だから本当に2万円とかだから大変ですよね。うん、置いてるのかな。でもないことはないんじゃない。なんかあのすごい奥に置いてるのかな。いや、世界中でだから今インフレで本当に原価が上がっちゃってて、高いですよね今もう。大変取り合いみたいですよね、シャンパン。今どこまで行きました。今ね、ちょっとだけイリーガルにこれをもらっちゃったんです。これですか。あ、これかな。でもで、なんかスニーカーバブルが終わっちゃったんですよ、今年。スニーカーがバブルだったんです、この3年ぐらい。すごい上がっちゃって。で、高級時計もバブルが、割とロレックスバブルとか、ね、そう終わっちゃって、うん、でただワインとかシャンパンはその値崩れがないので、なんかやっぱすごいですよね。すごい世界ですよ。高いやつ買ってオーパスワン買っといて置いとこうか。そう、だから確かにそれが金みたいな、ね、金みたいな感じ。だからやっぱりね、当たり年のワインとかシャンパンはずっとこうヴィンテージコレクターアイテムみたいになっちゃうから。お兄さんここまで行ったんですよ。私たちここで、うん、ここと、これとこれ。すごい、さすがメモ取って、さすがですね。いやこれだけうまく洗いダメでしょ。そうだね、休みのおかから、ね、いいんだよ、ビール。
もうワインその食べ物に合わせたりじゃなくて、でもワインだってそんな食べ物とか本当は合わせたいですけどね、そのありがとうございました、そのワインの友達の、じゃあ私次、はい、まあミディアムですか、あれまだこっち行ってないんですか、あこっちフルなんですよ、あ、3番がね、3番が、そんなのにこんなに、はい、すいません、手ごろなお値段なの、はい、はい、店長が自らついてくれるんですよ、はい、でも私も美味しいかな、そうですね、これも天ぷらに料したいな感じ、これは天ぷらにいいのが食感で、いいですねこれ、これ美味しいですね、ピタッと切る、油かたぶら、これも美味しいですね、うん、これ美味しい、これがどうかな、じわーってくる、でその日のうちにも2人飲んじゃったの、はい、はい、あ、そのでもないや、女性が3人で作ってるワイン、あ、でもそうじゃなくて、あ、でも白、うん、自然派の作りなんですけど、あのそこまで癖がなくて、実は私、赤のワイン、このブドウ品種1種類でワイン作ることってないんですけど、あのスパークリングワインによく使われる、赤ワイン、うん、あれ、ここ行って、ここ行って、こうですね、こうですね、で、あのこれは結構出ますか、スペイン系は、はい、ここでも出ますか、あ、出ますね、うん、はい、出ますよね、でもこれあそこに出ました、はい、なんで見なかったこれはいつも見てて、はい、これはこそ料理合いそう、いつまで持ち込みの1000円、知ってます、あの1000円で買ったワインを BYO で遊べるんですよ、へえ。で月曜日は BYO が無料なんですよ、あ、ここで買ってね、あ、そう、ここで買った、はい、店の宣伝して、そういうシステム、そう、すごいそれはね、よくて、それたまにセールやってて、なんか5本で1万円とか5000円か1万円とかあったりとか、そういうの買って、飲んだりとか、
な、酔いが回ってきてるんじゃないですか。酔いが回ってきてるんじゃないですか。いや、だから違う、あ、湯が曲がってきました。うん、結構ふわーってきました。あ、ちゃちゃちゃ、違うよ、確かに。これいいっすね。6番は俺6番、はい。お、買っちゃう、これ可愛いよね、ボトルがね。いいですね。味的にもこれが好きだ。このナンバリングされてるシリーズはもうこの前のリスンがかなり関係ついてる。めちゃめちゃ美味しい。油ってどういう意味なんですかね。語るとか話し合う。ああ、そっかそっか。油。なんかそういう語らいの場に、あるワインでありたいみたいな感じです。トークだ、じゃあ。油。油出るめ。油カタブラの油ってそういうことなの。いや、それはアメリカ英語でスペイン語だから。飲み込んだ時の喉触りっていうか、喉越しがもう本当にシルキーってこういう感じだよなっていう。そうだ、油ってそうだ、カタブラ。エレガントで。ぜひその今ちょうど24分の飲んでいただいたので。続きで飲むとかなり分かりやすいんで、はい、昨日も言ったんだけど、一緒に行くとしたら、いや、いいって、もういい、行かないって言われた。計算暇だったらもう一回来たいって言った。私がスペイン人品種が、果実味が結構ある品種なんです。次6番ですね。はい、これですね。幸せ。これは美味しいね、これはうまいわ。金持ちになりたい。なるほど、ね、幸せとか言って。これいいですね。こっちのさ、左の値段見ると疑いなと思う。ちょっと右は安い感じ。あ、確かに。6万円。いいですよ、この2割引き。なるほど。セールスセール。そっか、ハブラ。ハブラって感じですね。語れよっていう感じですね。月1回やってるんですけど、この日だけ。ちゃんとした時にもね。確かに。確かに。美味しい。これは美味しい。あ、そうですね。はい。恩師みたいな。恩師。大事、すごいいい先生みたいな。そういう感じ。これ多分ね、このボトルの重さが違うんだよ、これ。なんだろう。いや、美味しい。ちょっと味わいがしっかりめな。これいいですね。これいい。ボルドーボトルです。この曲はあっさりで。そうですね。どうしても嗜好品なので、こう表現が難しいんですけど。日本酒もあるみたい。少し。あ、大丈夫ですよ。はい、もちろんです。今日本酒買ってこられた。すごい。買って。ちょっと日本酒を。ありがとうございます。人が、人気がいい人多いな。日本酒もあるんですよ。ちょっとないものがあるの、はい。日本酒結構行きますか。日本酒も飲みますね。はい、大丈夫ですよ。
うん、そう、ワインと日本酒が大好きです。ちょっとないものもあるので、はい、自分の好きなものも、そうですね、はい、気になるかな。これ美味しい、これ美味しい。なんでこういいやつがこうボトルがこんな分厚いんだろう。はい、14番、はい。いやでもこういうとこお金かけてんだよ。お金かけて投資してんですよ。確かに。あーでも食べるね、フラン海鮮食べるしかないだろうっていう。欲しい。でも本当おしゃれですね。食べるな、フランこんな美味しいの。美味しいよね。あーリトミュシックなソビニョンフラン。私赤買って帰ろう。飲んで、あ、違うなって思う。うわ、来ますね、やっぱ。美味しい。食べるな、美味しい。中に行ってもよろしい。こちら、はい。ちゃんとでも本当わかるかいい。25番ですか。はい。でもあの人は全然。日本酒です。酔っ払いたい、はい、私は美味しく酔っ払いたいから。いただこう。ちょっと私も日本酒をいただきます。はい。途中日本酒入れるんですか。はい。本当に申し訳ないんですけど。やりきりしって。ああ。そうなんですね。ちょっと日本酒入れようかな。明日には入ってたいんですけど。毎日大丈夫です。はい。はい。僕はもう僕がなって。ああ、美味しい。あ、日本酒挟むの結構いいですよ。これすごい売れちゃって。ちょっと水を水で洗っておいて。2種類あるの、日本酒が。ビールあったのに。ビール買って帰る。ぜひ。大丈夫です。私買っとくよ。でも私今日、ボトル持ってくればよかった。持ってくなぜ。知ってる？3000以上食べるとビールタダでいい。楽しい。あ、ここで？そう、特別版買うと。そう、3000以上食事するのに、あれ絶対水筒と水筒買った方がいいですよ。ここで。はい。ここで水筒買うと2000なんですけど、水筒が。すごい店員さんみたい。おすすめされて。でも何もらってないですか。いやいやいいですいいです。え、クラフトビール、クラフトビールなんですか。クラフトビール持って帰ると。好きなやつを選んで持って帰るんですよ。はい、はい、今食事して来られたの。ここで食事すると、水筒が2000円で売ってるんですね。で、水筒を2000円で買って、で、1回3000円か営業してる営業ボトルにビール入れてくれるんですよ。すごい、あれお得だなって。結構入る、だって見てみ、あとでこれぐらいの水筒。ありがとうございます。そうしたら、いや、あの1本今買っちゃったんです。はい、みんなで来たらさ、絶対さ、3000円なんて言ってたら大丈夫です。はい、大丈夫です。2本だったら、明日、飲みに入れてくれるから。そうです、そうです。でも、確かにね、何人かで来たら、だってあれ、ここでビール飲むと1000円とかするって言われて、何杯飲んだら、そう。ありがとうございます。で、1000円戻ってくると、すごい。あ、ベトル宣伝しておきました。ありがとうございます。21番のセールスして。あ、ごめんなさい。このビール3種類がちょっとなくて。なるほど。はい。私は4番の年取ったらここで働くのが夢。はい、年取っちゃう。若い人しかいないな。年齢過ぎありますか。今日もスマホ出した。私この試飲会とかやりたいです。でもね、試飲会でなんかプレミア試飲会とかやってもいいですよね。絶対説明するし、ここの宣伝するし、シャンパンやってほしいですよね。シャンパン、そういうこと。シャンパンは
高いから高いからでも会社でやるだけ、はい、そう会社のシャンパン会はやったし、シャンパン無料では無理ですからね、はい、みんな飲みたいけど一人じゃ飲めないから、ちょっとそうマジでやってほしい、あマジでやってほしい、それだから会社それ行きたい、やります、うん、シャンパンマジでやりたいですね、そうなんです絶対来る、シャンパンはいろんなの飲めないですからね基本、まあ、ピチピチした感じでドンペリとか飲んでみたいとか、じゃあ、はい、ドンペリですよ、日本酒入れよう、日本酒で最後あのワインにしよう、シャンパン言ってくれる、深海の締めいいぜ最高最高かな、あ、上サントリーの、あ、あ、違う、山崎っていうワインショップがあるんだけど、うん、あそこやってでもあそこ深海みたいなやつが3000円とか一緒にもう行けるような、私が行ったのはちょっとそれこそカレーとかあっても全然負けない、フランス料理がついてるの、あ、いいそれだったらいいでしょ、本当に直球で知らない、シャンパンは確かにご飯飯と一緒じゃないとちょっと分かんなくなる、それは、やったのはあの同じ品種なんですけど配分が逆転しているのが多いから、仕事目のも竹芝、あ、そうそうそう、竹芝まで、はい、今お飲みいただいてるのはどっちかっていうとスパイシーさが強いブドウが多めに、お前のあそこがやってますよね、日本酒試飲会、あ、かぐや、かぐやがね、今日行ってみる、でもかぐや試飲させてくれないよ、かぐや、あそこの隣にも配分だけで結構変わるんですけど、それでもやっぱり渋谷にしっかりビール的には15番、はい、かぐや遠いですよね、本当に駅から遠い、まあ、あれ仕入れをするとかはしょうがないんですよ、あそこだったら専用のコーナーが結構なんかここの店教えておけばよかったな、ピーマン感って言ったらちょっとあれですけど、ロバート青い感じの野菜、お野菜とかあったら、ロバートが狛江の、狛江じゃないですよね、かぐやつ、そうそう、え、ここ狛江市ですか、ここギリギリ狛江市です、あー、ロバート教えてあげればよかった、あのお寿司、あ、でも、え、白地詰めるやつです、あ、そうそう、あ、はいはい、書きました、なんかうちのアルバイトの子がなんか書いてくるとか言ってたんで、書いたかもしれない、あ、でもまた流行っちゃうね、何ですかロバートって、ロバートが来るんですって、ロバート秋山が、秋山が、いや、なんか、あ、でも昨日だけだから、なんか面白そうとか、なんか人とかを食べ物うろうろする、あ、クリエイターファイルでやると、自分の家でもいいんですよ、自分の家で運動するみたいな、そう結構ゆるい散歩番組とかやってますからね、地元のあれいつやんだろうね、テレビ東京市民プール、あ、もやさまじゃなくてもやさじゃないの、もやさまはやったよね、はい、はい、はぁ、あれやっと絶対やれなくてよ、だからロバート ロバート張ってないじゃん、僕もクリエイターズファイルちょっと YouTube 見るぐらいはそんな張ってないわロバートに、そんなロバートにあんた、あんた、私が集約してる、勝手にロバートファンにされてるねえ、そんなロバートの熱狂的信者じゃないから、分かった、私北九州出身だから私はなんか、私分かった、テレビロバートあれ、私日本酒まだワインがちょっと取ってきたんで、はい、ちょっと日本酒入れていいですか、はい、でもそっち行ったら、はい、なんか私奥場自慢を先にしよう、辛いの好き、はい、ああ、はい、幸せ、はい、長崎県の壱岐です、あの壱岐焼酎が有名、壱岐焼酎の、ああ、ところでこれはいいわ、もともと幸せ、うん、幸せ、まあ、幸せ、なかった酒蔵を最近買い取って、あいと日本酒いいですね、最近流行りのちゃんぽんだけどちゃんぽんだけどちょうどいい、そうですね、特に壱岐にはもう1個しかない、はい、貴重な
米取れる。はい。でもほら、はい。辛いんですけど、どこかお米の甘みとややフルーティーさも。この牛すごい美味しかった。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。全然期待してなかった。すごい美味しかった。めちゃくちゃ。僕日本酒が好きでこのカチャリス。これでも今日。これで辛口なんだって。ここの日本酒の冷蔵庫ももう僕が家に行きたいやつっていうコンセプトで、まあ、全部発注してる。19番のオレンジワインもらいます。はい、オレンジワイン。これ美味しかったです。あ、日本酒も残る感じですね。難しい。安いわ。これ今のこっちですよね。チョコラです。でもちょっと私長崎の友達これ聞いてみよう。なんか長崎に行った時にいつも日本酒ないよねっつって。はい、こちらの25番って今購入するとかってあるんですか？あ、大丈夫ですよ。はい、はい、ありがとうございます。え、マジでシャンパンやってくださいよ。本当に本当にね、行きたいですよね。いやだからもうプライベートで。プライベートで。シャンパンはシャンパン全然行きますよね。酒屋さん、うちのマンションに来ないかな。マジにかご屋さんとか来てるから。あ、そうだ、そうそう。じゃあ来てもいいよね。来ないです。はい。イベント名古屋さん来てるんですよ。あ、そうなんですか。へえ。それでなんか日本酒売ってます。新販売ですか。新販売。そうなんですか。でも負けてらんないじゃないこれ。私は日本酒ワインが好きだから。大丈夫ですか。はい。え、マジに名古屋さんどうかな。もうオーナー社長に行けば行けんじゃないですか。うん、社長のトップ権限。すみません、7番も。はい。シャンパンの試飲会マジで行きたいな。それあったらビールの会もやってて、この間なんかメキシコ料理の下北沢が来てた。あ、今度来る、うちのこれマクラのイベントのやつ。私一人で参加した。それさんとちょっと行けるちょっと中とか酒蔵さんが最近向かってきた。ダメだったら。でもリエが仕事の時じゃないです。リエを行く。まさに最近の口って感じです。でも大体ちょっと雰囲気でリエが行ったら、リエが目に行ったら辛いんですけど、なんかこうちょっとほんのり甘くて、うんうんうん、本当に旨味がありますか。はい、こんなに料理と合わせてめっちゃ美味しいんですよ。美味しい。ワイン販売なのに虫が大好き。これもう僕だんだんこの枠増やしていこうかな。さすが、さすが。でもこれがすごいこう枠が売れたら多分あれですよね、ラグチ枠がすごく、はい、キュレーターとしても、ね、僕が好きなお酒しか置いてない。今日でもかなりキュレーターとしては素晴らしい。はい、和菓子。あ、和菓子やっちゃう。これ欲しいか。これ欲しいの。なんかラベルがヒロキっぽい。14台とか入ることあるんですか。14台は入らないですね。当分入らないと思います。あらまさは、あらまさも入らないですね。あのうちの日本酒あのお取引の基準というか、まあ、考え方としてはこれから人気になりそうなお酒とか来そうな味わいとか酒蔵さんとかを探しているんで、もうすでに入手困難なお酒はちょっともうあまりこう、ね、無理に取ろうとはしていないです。名前が入れてくれる、はい、プレミアムついちゃう。ありがとうございます。ぜひ。はい、お願いします。何ビール？ブルワリーとかがあって、あんま売ってなくて、できて1年ぐらいだから、そう売ってて。ここで？ここで。タムさんに言うと書いてあるまた教えてください。え、どこ？ブルワリー、ビールで。はい。ティーンエイジブルワリー。なんかちょっと可愛い、あんま売ってない。あ、もうできてる。どこのブルワリーさんなんですか。埼玉。へえ。それがここに持って
できてたの。でもそこのやつ全部美味しいんですよ。もうベンチャークラフトビールなんですか。いやでも多分できて多分す1年じゃない、1年ぐらいなんで。それでも売ってるとこキーカーはでもここで飲んだんです。いつも美味しいビール教えてくれて私来てるんだけど、どのビール飲んだらいい。クラフトビールもね。あでもね、そういういいやつはあの3000円以上飲んでもあれには入れてくれない、うん、缶でしか売ってない。缶のやつなんだ。こういうやつ多分ここ売ってましたよね前。なんかはい、これを僕も今見てるんですけど、そうですね。売ってるとここの辺なくて、ここで売ってて、もうビールに関しては結構もういろんなブルワリーさんに発注してるんで、同じブルワリーさんのものを定期的にっていうよりかは、いろんな限定品とかをこうガンガン入れ替えて、はい、そうです。で月曜日来ようよ。だってビールだって持ち込み。それでご飯食べれるんです。なるほど。それすごい。んこれ私あれ飲んでます、はい、これじゃあいただく。美味しかった。なんかね、甘くないのでもね、美味しいですよね。カシスオレンジサワーエール、はい、あの酸味が結構立ってるビールなんで、うんね、甘いのかなと思ったら、はい、本当なるほど。あー幸せ。しっかり発酵。どうしようかな。そうですね、はい。これでもなんかさ、置いときたいけど、これずっと置いとけばいいじゃん。でもやっぱこれやな、これやな。これ買ってかんですか。これかねえ、いや良くないですか。これ買ってください。これもいいですよね。これ買ってください。別格でいいですよね。これが別格でいいです。何番これ6番でしたっけ。はい、6です。6ですよね。あ、やっぱ油の、はい、あ、じゃあそれもちょっと買います。はい、油とは語るっていう意味らしいです。早速受け入りの。あ、そうですね。結構あの有名みたいです。おもろいですね。いいですね。面白いですね。いいですね。ご存知だったんで。いやいやいや。油とは語るなので。すごいいい匂いするんだよ。あ、そっか。唐揚げみたいな匂いしますよね。あの匂い。鳥のね。そっか、あれか、焼き鳥屋があるんだ、そこに。さっきガーリックで出たのは、それはこっちかと思って。